2番の坂本智也、ここで上昇です。1番伊藤幸人を抑えての先行。残り2周を切りました。中四国勢と中近2社4社となったライン、1番伊藤幸人のラインに蓋をしています。斜め固まって打昇の周回バックストレッチです。やや体を前に出して2番坂本智也の先行策となっていきそうです。5番の坂野浩二並びかけていって3番の古田裕二、さあ後ろの動き、1番伊藤幸人を警戒してかなりスローに落としています。2番の坂本智也、そして5番手1番の伊藤幸人です。発進の気を伺って残り1周を迎えるホームストレッチに出ました。さあ2番の坂本智也、1番伊藤幸人、同じタイミングで踏み合って残り1周、1番伊藤幸人のスピードが勝って残り1周切りました。7番の石井慶吾2番手でマークしますが、4番村上輝さん、やや牽制もありましたが再び3番手に取り付く。2番の坂本智也がそのこの後ろ4番手となっています。6番の山田水弘はただ1人離れてしまって最後方、前は1番の伊藤幸人、7番石井慶吾、5番手車間を切って差を詰めてきますが、4番の村上輝さんが3番手から2番手を伺う。1番の伊藤幸人逃げ切ってゴールイン。7番石井慶吾粘って2着。